レディオトーキンキッチンネオ深夜ラジオ食堂のんちがお送りします、天国と地獄最高な2人最終回ということで、いやー面白かったですねこれね。綾瀬はるかさん、高橋一生さん、柄本佑さんね、迫田孝也さんかな、北村一輝さんね、中村ゆりさん、岸井ゆきのさん、溝端淳平さん、中尾明義さんねえ、相当たる。あと野間口徹さんとかね、いや相当たるメンバーでしたね。で最後の最後どうなるかっていう感じでね進んでったわけですがね、なんかラスト10分ぐらいであれって感じでしたよね。なんかあれこのままこんな感じなんだって感じじゃなかったですかね皆さんね。あれなんかあんじゃないのみたいなね。で最後の10分ぐらいまであれ何もない、最後の5分ぐらいまであれ何もないなみたいな感じでしたけどね。まあここから先は見てない人は聞かない方がいいですね。見てからもう一回これ聞きに来てくださいね。さあいろんな人出てましたけど、まあ中村ゆりさんね、いいですよね。まああんまり出番はなかったですけどね、アサヤン出身のね、ゆりまりのねゆりさんですよねこれね。お母さんはね韓国の方ですからね。そして柄本佑さんね、最後までかっこいい役でしたね。最後かっこよかったですね。あっちの店よりこっちの店が安いんだからちゃんとそれは覚えときなよみたいなね、そんなこと言ってねこう自分は去っていくっていう感じでしたね。かっこよかったですね。まあちょっとなんかスマホのカバーが黄色だったのがなんかずっと気になってて、これは何かあるのかなと思ったけど最終的には別になかったですね。で綾瀬はるかさんがなんでね、警察官になったのかっていうので10歳の時に濡れ衣を着せられたみたいなね、そこで警察官になることを決心したみたいなね感じでしたよね。で最終的にその警察学校の方に異動になったんでね、これはあれですね、次回綾瀬はるかの教場がこうスタートするのかなっていう感じですよね。まあ最後2025年まで行ってましたからね。すごいですね。2025年ってことは今から4年後ですよね。そこら辺まで描いてるドラマは今回はなかったかな。そして、そのなんでこの2人が入れ替わってしまったのかというところで、これは母の願いだったんじゃないかとね、あるべき姿に戻してくれというね母の願いがこう2人をこう入れ替わらせたっていうね、っていう感じで、そっかみたいな感じで終わるのかなと思ったら最後の最後来ましたね。いやーなかなかこうちょっと面白かったですね。石が光ね、2人がもうじゃあさよならみたいな感じの時になんとですよ、また入れ替わったっていう感じで終わりましたねこれね。もう最後それでね終わったという、これはなんかこうなんだこの3ヶ月間っていうんですか、こう見てきてなんかこうなんかすっきりというかこう満足のいく終わり方だったんじゃないでしょうか。まあ自分的にはなんかやってくれましたねみたいな感じはありましたけどね。いや良かったですね。まあ北村一輝さんのもう演技もすごかったですね。まあ当たり前のベテランの素晴らしい役者さんですから、ね、あれですけど、いやー、良かったですね。これは2があるんでしょうか。はい。それではまた、のんちでした。